どうも、圧倒的不審者の極みです。今日はこのダイソーで買った100円の鎌を削りまして、カランビットナイフ風にしていきたいと思います。はい、それでは出来上がったんで、ナイフの全長だけちょっと測っていきたいと思います。 14.5cm ぐらいですね、全長が。で、刃渡りが 4.5cm ということになりますので、所持していても銃刀法違反に該当しないことになります。ネットの画像を見る限り、このように持つそうです。はい、では早速切ってみたいと思います。刃は一応全部丸めておきました。ちょっと使い道がないんで、またペーパーナイフとして使おうと思います。ちょっと紙を切ってみたいと思います。やはり形状が湾曲してるんで切りやすいですね。前回のこの直線状の刃だと、切るときにちょっとこう滑っちゃうんですね、下の方に。刃は全然切れないんですけども、もしかしたらこの形状であればゾンビの首をかっ切ることができるかもしれません。